辰巳ゆうとです。はやぶさのやまとです。はやぶさのひかるです。あれ？ひかる先輩はどこに？なんでよ。なんで？さあ、このまま行く。ありがとうございます。このまま行くわ。行きます。はい。なぜこの動画を今、はいはい、皆様にご覧いただいているかと言いますと、はいはい、11月5日にですね、東京のホテル椿山荘さんでのディナーショーが開催されます。イエーイ。何も入ってこないこの位置。そうなの。11月の5日ですね。そうです。東京ホテル椿山荘さんで、僕たちはやぶさとで辰巳ゆうと君、はい、2組で、ディナーショーということで、はい、まあ、楽しみですね。あるようでなかなかない組み合わせですから。そうですね。やっぱりこう当日はね、うん、この椿山荘さんでしか見られないような出し物を匠で、はい、ちょっと考えてこれから練習して、はい、そして皆様に見ていただきたいと強く思っております。思っております。まあ、せっかくのね、はい、素敵なこう夜にしたいなと思っておりますから、うん、我々も一生懸命頭を使ってですね、頑張るがいいぞ楽しんでとにかく楽しんでいただけるステージにしたいと思いますね。はい、そうですね、うん。頑張りましょう。頑張りましょう。よろしくお願いします。よろしくお願いします。野球とかやっちゃおうか。野球やりますよ、ね。はい。危ないじゃん。ボールやもその辺の食器ガンガンが大変ですけど。とにかくですね、気合を入れて、はい、私たちも頑張って歌わせていただきます。ぜひお越しください。お待ちしております。